奥会津ではですね、地域の魅力を体験できるそうなんですね。会津若松支社から佐藤記者に伝えてもらいます。佐藤さん。はい。お二人も取材などで奥会津地域に足を運んだこともあると思いますが、はい、名物や魅力的なものといえば何を思い浮かべますか？只見川のエメラルドグリーンとか、うん、エメラルドグリーン、あと只見川と集落とか、やっぱ景色ですかね。うん、まず、はい、まさにその通りです。うん、ただですね、まだまだ知らないそこに住む人が伝えたい魅力というものもあります。はい、奥会津地域では住民が案内人となり、地域に根付いた暮らしの工夫や知恵を体験して楽しんでもらおうという取り組みが始まっています。突然ですが、こちらが何か分かりますか？会津地方の名産、会津切りで作ったミニタンスです。このミニタンス作りを教えてくれるのが、三島町の志田昭恵さん。5年前東京から移住しました。三島町で会津切りの切りタンスを作る工場で、そこに配属っていう形の協力隊の募集がありまして、すごく興味がある面白そうな分野だなと思ったので、三島町に来ることを決めました。切りの生産量日本一の福島県、中でも三島町の会津切りは冬の寒さで成長が遅い分、硬い木質と美しい木目を持ち、国内でも最上級品と言われています。その会津切りに魅了され、志田さんは町内のタンス工場で修行を重ね、現在は木工作家として活動しています。上の面とあと下の面を削っていきます。はい。志田さんが今年から参加しているのが、その名も奥会津体験博覧会瀬戸森の宴。会津切りのミニタンス作りもその体験プログラムの一つです。瀬戸森の宴とは、自然豊かな奥会津地域でつながれてきた文化や豪雪地帯ならではの生活の工夫などを体験として提供。その体験を通して奥会津地域を知り、魅力に触れてもらうという取り組みです。入りました。完成しました。瀬戸森の宴のプログラムをきっかけに、奥会津地域ですとか三島町を知っていただいて、例えば会津切りの魅力をより多くの方に知っていただければ嬉しいなと思ってます。プログラムは他にも、金山町では無限郷で朝食を食べたり、昭和村では特産のカラムシでコースターを作ったり、奥会津地域の7つの町と村で42の体験があります。伊達市から昭和村に移住した鈴木亮さんと奥会津振興センターなどが手掛けています。普段の当たり前に埋もれているものが多いので、なんかそれを改めて見つめ直すことで、いわゆるここの地域のいわゆる伝統であったり文化っていうのが一つのコンテンツとして可視化できるというか、改めて再認識するような、すごくいいきっかけになっている。この取り組みに期待を寄せている住民もいます。我が家のためになるやつだらぜひやらせてくださいっていうことで始まったんですよ。三島町真形地区の関家久一さん、来年の2月からかんじき作り体験を提供します。こっちですね、減りすぎましたね。もう今すでにもうこれからどんどんまた減っていくんですけど、まあ10年後には本当に数軒になる状況です。関家さんが懸念しているのが地区の存続です。三島町真形地区に生活する住民は現在50人、高齢化も進む中で一人でも多くの人にかんじき作りを通して真形地区を知ってもらい、移住のきっかけなどにつながればと考えています。
漢字っていう一部のきっかけなんですけども、もっともっとこれをきっかけにいろんなね、来ていただけるような、最後には移住していただけるならこんな嬉しいことはないですよね。その土地で暮らす人たちが伝える奥会津地域の魅力、受け継ぎ守ってきた大切なことをこれからもつないでいきます。42の体験ということで、本当に種類豊富ですし、これだけ魅力あふれる文化があるっていうことですよね。だからそれだけいっぱい眠ってるっていうことですよね、はい、あとは私たちにとっては普段触れられないもので、率直に楽しそうだなって思いましたし、佐藤さん、地元を熟知している方の思いもダイレクトにこう受け取ることができますね。はい、案内人の住民も自分が暮らす地域の魅力を再発見することができるなどのメリットもあると言います。そうですか。奥会津地域だけでなく他のエリアでも参考になる取り組みかなと感じます。瀬戸森の宴は今月1日からインターネットや電話などで予約を受け付けています。すでに始まっている体験もありますが、今回私が体験した漢字機作りのように冬のシーズンから可能な体験項目もありますので、詳しくはホームページをご確認ください。奥会津地域の暮らしを発信して交流人口や移住する人などを増やしていくことが地方創生にもつながっていくと感じます。今日は会津若松支社から佐藤記者に伝えてもらいました。